昨日までの暖かな陽気とは裏腹に、シリーズ最終日は雨降る競争水面での戦いとなりました。現在気温は15度、風は東の風、ホーム向かい風3メーターほどです。これから一般戦第5レースの開始。第5レースは1号艇愛知の柳沢はじめ、2号艇大阪の小池周平、3号艇大阪の太田和美、4号艇山口の末永優希、5号艇愛知の中口博隆、6号艇佐賀の峰竜太です。6艇定段となってボートをホーム側へ、インに入ってくる1号艇柳沢はじめが人気の中心です。手にした59号モーターのパワーを生かしています柳沢。昨日の準優勝戦でも迫力の3着争い見せていました。スタート力も遺憾なく発揮している柳沢の陰線が人気。そして2コース、こちらも昨日の準優まで駒を進めた2号艇の小池周平、不運なアクシデントはとはなりましたが、ここは2コースからの戦い。3コースは3号艇の太田和美です。4コース角1は4日目からの追加組、4号艇末永優希。5コースここでシリーズラストラン、5号艇中口博隆。そして大里6コースは終電4冠を誇った6号艇峰竜太。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番さらには6番両サイドが覗いたスタートになりました。その後は1番2番4番5番と出ていって1枠、逃げる1号艇柳沢をまくる4号艇の末永、内側から2番まくり出しは5番、バック側1号艇柳沢対4号艇の末永の接戦。スタートは前提正常でした。直線コースへさき出しているのは1号艇柳沢、外食い下がる4号艇の末永、この2人が抜け出して2マークの旋回です。先前は1号艇の柳沢、さして続く4号艇の末永優希、届きませんでした。先頭ここで大きくリード1号艇柳沢、2番手に4号艇の末永です。その後ろ3番手は3艇接戦、3号艇太田、6号艇峰、5号艇中口、最後方に2号艇小池。2周目1マーク、1番4番と回って3番手、3号艇太田の外を回していった6号艇の峰、続いて5号艇中口、3番手は6号艇峰がリードを奪っています。両サイドから追いかける3号艇太田と5号艇の中口、最後方に置かれた2号艇の小池周平。2周2マークです。先頭は逃げた1号艇柳沢、2番手4号艇の末永、3番手6号艇の峰が守っています。ホーム直線コース上位体系は1番4番6番、僅差の4番手が5号艇の中口、さらに差がなく3号艇太田も続いています。レースは最終周回1マークへ。先頭は逃げました1号艇の柳沢はじめです。2番手が4号艇末永優希、3番手を守る6号艇峰の外から5号艇の中口が詰め寄る。最後のバック3番手は6号艇峰がしのいでいますが、すぐ後ろの4番手5号艇の中口も粘りを見せています。これからラストターンバック、先頭は人気に応えて独走1号艇の柳沢、2番手は1マーク果敢に攻めた4号艇末永、そして3番手6号艇の峰、切り込んで5号艇の中口、3番手は6号艇峰がキープです。先頭は1番五輪、4番五輪、6番五輪、5番五輪、3番五輪、2番五輪、以上前提五輪しました。